どうも、上さん出口です。大本です。一週間ぶりでございます。ワワええー、しの。一週間ぶりですね。ぶチラジ、トゥー、ぶちラジ。働けよ。八連休の仕事始め。いやいや、仕事始めとかないんだよ。こんな真夏に。年明けか。<laughs> いや、年明けでも、そんな休まないし、別に。年明けでもないし。八で。いやいや、その。まあ。 なんんていうんですか、ね、もうしょうがないもう <laughs> しょうがないですね八はすごいだろ明日も休みだしな明日休みあさっても休みでしょ、うん、もう消えたな完全に <laughs> 正式に正式に消えたなすごいっ、ね、どういうお気持ちですか今すごいだろ<今>いやまあたまたまねいろいろなんていうの あの重なったというか別に僕もその分厚く働いてたわけじゃないから、うん、まあ,あ割と緩かったまあ、一日まあ言っても泊まりでロケとか休ん,休んではないですよそれ働いてますからあるあの泊まりでロケとか行ってましたけどそのまあただ今日はねあの今日はギュッとしてますは <laughs> あの今日に固まったりしてるじゃないですかだからね、うん、そういう日もあったとでこの,る、ね、この後もあと2つありますから、うん、ブチラジが邪魔でしょうがない状態ですけどそうですね、<今>ちょっと仮眠したかっただからブチラジがあのまあしょうがないから結構時間をずらしてやってるのになぜか吉田がいますからねあれは吉田きとのまた関係ねえだろもうこの時間ともなるとさすがにあの、ラジコンやりすぎて壊れたけどラジコンいはねえよ ラジコンやってる報告だけのラジオをやったらしょうがないんだからそんなラジコンが壊れるんだからやりすぎていやいや知らない他のことやれよもっとなんかむちゃくちゃ強いモーターつけたらギアが耐えられんかってうんはいでギアの歯が折れていやいやい知らないいやいや聞きたくないですよラジコンの話なんか <laughs> まあでもあのタミヤさんがブチラジに反応してくれたりするねいやいな何かやってくださいよそのラジコンで仕事どうにかどうにか 頼むぞいみたいだってミニ四駆が40周年ですから、ね、今あいやこれ実はね、あのー、僕がちょっと『アメトーク』とかでぜひやっていただきたい企画が、うん、今年40歳芸人<う>っていうのも我々ウエストランド、うん、そして三四郎の二人、うん、モグライダーの柴さんかまいたちの濱家さんしずるの一馬さん、うん、そして神田伯山さん。 なんかみんなめちゃくちゃバラバラで面白いじゃないですか。さん、あルピンの酒井さんもそうですね同い年にしちゃ芸歴もバラバラだしで、白山さんとかもいるしなんか面白いじゃないですか他にもいると思いますけどね今名前あくたりそうそう、でもっと言うとディズニーランド東京ディズニーランド40周年ファミコン40周年で、ミニ四駆40周年すごいエンタメに満ちた年なんだよ。まあ ちょっとあなたが呼ばれるかどうか、わかりませんけどまあ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 。そしたら見てくれよ。もしあったら。もちろん見る。もしあったらぜひ見てくれよ。絶対見るよ。ちょっと待って。俺見る方がええもん。じゃやめてない。やってねえんだよ。もういいよそれ。正直今挙げたメンバー行くと全員出れるとは到底思えないですから。そうね。多すぎる。まず先にあの出ないと思いますけど。一番切られる。いやいやまあこれは勝手に僕が思っただけで別にあるわけでも何でもないんですけど関係ねえよ。 スキルだよ普通にそれに対して本当に頑張れよもうちょっと <laughs> そんなタトゥーのせいかなみたいな言うやつ呼ばれるか <laughs> <laughs> みんなみんなムカついてんのに <laughs> そのことでも。 いやでも本当にちょっとすごいあミニ四駆も40周年なんでそ,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 それはすごいな。すごい,よいやなわれわれに限らずだってディズニーランド東京ディズニーランドとファミコンとそれはすごいよなミニ四駆そのホビーとかこの、ね、のエンタメ界をすごい,、うん、すごいなんかものが生まれた年ではあるからちょっとなんかねやりたいですしぜひぜひちょっとミニ四駆でもキャンプでも何でもいいからやってください早く。ララジジココンンでねそのラジコン うん、で最近ハマってますみたいな時々言うじゃないですか。うん。本当に言うだけのやつ。うん、<laughs> 面白いエピソードはない。ここまで言ってください。ちゃんと休みすぎてやって壊れたまでこれから言ってください、ねうんうん、そうね。そういうもんだ。から、うん、あのお笑いだから、やっぱその報告はいらないんだよ。誰もその <laughs> ただ、ただ事実の。<laughs> ああじゃなくて。<laughs> ああじゃなくて。追いついた。<laughs> ゆっくり笑いすぎて突っ込みが追いついた。初めて。そんなことある気持ち悪い笑いに突っ込みが追いついた。<laughs> すっかりスピードが遅遅 <laughs> ぎて仕事してないけん <laughs> してくれよもうなんかその変な感じになるから m 1にも申し訳ないから、うん、もう出なくなったやつとかいたらんまマにそうなのまあまあちょっとここから一回そういう時期もあるでしょうから焦らずねここでもう腐ってもしょうがないですから腐ってないんだよ腐れ <laughs> いや腐らずねやること大事ですね,本当にね腐れって何いやいや腐ってんのかなと思って聞,聞いたらね腐ってないんですよ<ー>やる気があるし、ね、まあまあそうそうやる気出してねあ,<ー>あの M1 直後の気持ちをまた思い出していやもうそいな変ななんか配信して寝てる場合じゃないんだよ何やってんだお前 <laughs> 本当にもうやめてくださいあれも良かれよかと思って ままあまあ分かる、そうなんだろうと思うけど <laughs> <laughs> そうなんだろうけど2連休中にちょっとでも何かしら<あ>思ってそういうい気持ちはわかりますけどねそれがよくないんで <laughs> そこがずっとよくなかった15年間 <うん S 2> それやってもんちょ直が忙しいからお酒も飲めないってなってよかったわけでしょそれをちょっと休みがあったらまた飲んで <laughs> こ多分 なんか起こすしな、もうこれ以上休んでたら絶対にやめてください、気を付けてくださいよ、本当には <い S 1> 僕はもう次の日、マジで早朝から仕事でうんうんあの行かなきゃいけないなんかそのツイッターとかインスタで河村さんが寝てます、起こしてくださいおお前ら二度と僕に言ってくんね、関係ねえかんなそんなこと井口に言わんでくれたら僕の睡眠を妨げやがって <laughs> いいけないんだよもうモ本マンなんて本当に今まで冗談と思ってるかもしれないけどマジで駆逐してやろうと思ってますからマジ,マジでいらないんだよあ、うん、ルミで可愛いいとかほざいてる、うん、バカおいお前だよバカ、うん、井口の方がかわいいなどう考えたって <laughs> そんなに頑張ってるんだう <laughs> そうじゃんどう考えたって井口の方がかわいいんだからそうじゃなすごいやめてくれよ頑張ってないやつが可愛いわけあるかもうほんにあの将来とんでもなく後悔するぞお前ら <laughs> 全員そんなやつな <laughs> でね、あのー、今日、我々、この、ぶちラジの前に、うん。 ちょうど解禁になったというか記者発表に行かせていただいたんですけど我々の地元である岡山県をねこう盛り上げる PR するとして我々ウエストランドとそして空気会談の2組でねおかつということで岡山を盛り上げていこうとで今日は県知事とね岡山県知事の茨城県知事とね茨城県知事非常にややこしい茨城県知事が岡山の県知事なんでね非常にややこしいんですけど茨城県知事と我々と空気会談で行ってきたんですけど まあ、事前にちょっと動画を撮ってたやつが今日まあだからこれがブチラジが公開されてる段階でいうと昨日上がってますんで空気階段はちょっとこう結婚まあ岡山で出会って結婚するみたいなのを PR でちょっとコントしてプラス歌もあるみたいな感じで、うん、で僕らはあの、ラップで岡山の魅力をこう紹介してるんですけど、うんえー、前編僕が歌ってます。<laughs> <laughs> なんかやってくれよもう <laughs> すごいかわいいだろ。 ラップ1番と2番あって2番はさすがにと思いきや2番も僕だったんだから全部言うちに <laughs> そりゃそうだよな何ができるんてじゃあ逆に何もできんだろやめてしまえじゃんやってねえわもういいんだよこのくだりも <laughs> このくだり誘発したくてやってるわけじゃないからこっちもなんでぜひちょっと見てほしいですねその、うんまあ、もちろん見ていただいて 来たね。なんでその台本になんか…青汁こぼすなよ、青汁台本に青汁こぼすなよ。もういいよ。もう、本当に心の底で引退してくれ。そんなんだったら。いや、あのね、これあんまり言っても信じない人もいますけど、うん、本当にこれ嘘、偽りなく言いますけど、そのなんか変に… あのボケとかでも何でもなくこの1週間1人の仕事だったんですけどまあやりやすい <laughs> その本当これは別に腐すとかでも本当に何でもなくね。素直な意見本当の意見やりやすいだろうなで「といつまたまた」みたいな。またまたぜ」も駆逐していくからさ「またまた」とかないからとか言いつつ本当は仲ええとかない本当にやりやすい井口さんって優しいなそういうの。本当にもう本心だからあのなんか。 優しいとかままあいいいんですよ、ま、だ優しいは優優ししいいけどそうそう優しいはもちろんとんでもなく優しいんだから、ねうん、優しいしかわいいし、うん、面白いしそれはい、それはいいんですけどなんかその井口が結局何あの依存してんだみたいな考えのやつ<ー>その河本がいないとみたいなマジでないからなほんとただの優しさでやってるだけでマジで言うなそんなことほんまそんなわけないだろ <laughs> お前もど,どうやってきた今までの人生の何を見てきたんだよ口を刺激する。作家に向かつくだろそんなムカつくそんなわけない。なんで僕に依存することがあるんだよ。 なんで俺にそんな依存するわけないわけないんだからすごいやりやすかったよ搾取しとんでいけるほんとにそうでだよ寛大なだけだった時間とお金となカロリー <laughs> ストレスとかすべてのものを搾取。ストレスだけくれるそれで貸し方借り方,方あるとしたら疑問のセイク貸し方借り方があって <laughs> 今度商業高校芸人あるかぜひ見てくださいそれやってますけど貸、ね、方借り方がある貸借対照表のねあれで貸方借り方で僕は心ここの感情科目にお金とか釣り合ってないけどいやいやストレスすごいもんそのスストレスが莫大だからちょうど釣り合うぐらいのストレスを時間とお金となストレスととだからクリエもーもうなんか説明で余計つ,つまんなくしてくない <laughs> ちょっと黙っといてくれよ僕が面白くやってんだから <laughs> 浮かんでないんなら黙っといてくれよその絵が浮かんでないんならしょうがないよ いやいい。やや、ちょっっともう頑張ってくださいまあ、ここからまたいろいろありますしね、うん、え今日もありますし、えー、とにかく岡厚ね、えー、ああ、そうですね。ぜひぜひ、ちょっと岡山にねあのちょっとご時世も落ちてきたところで遊びに行ってほしいですね、うん、岡山いいとこですよほんとに、ね、そうほんとにあのー、いろんな魅力もありますし、うん、ラップの歌詞も別に僕がもちろん作ったわけじゃなく作っていただいたんですけどあんなに韻を踏みながらこんな岡山の魅力をふんだんに的確にねそうそうそうやってくれてますんで、ね、ただ、まああのー。 我々と空気階段ですけどカタマリはあの千葉出身ですからねカタマじゃねえやモグラはね,はね全然関係ないんだから、うん、ただモグラで全面的に歌は歌ってましたけどね <laughs> 空気階段の方は遅刻してきて <laughs> まあ今日も遅刻もしてきたしあいつ舐めてて、ね、岡山 <laughs> あいつもクビしてくれよ <laughs> まあぜひぜひちょっと岡津の方も見てくださいねよろしくお願いします <laughs> ええー、あとはまあまあちょっとねまだあの告知できないものとかもたくさんあったりします、うん ちょっとあれなんですけど泊まりでロケにちょっと南の島の方に行ってまして、ね、いや僕は行ってないですけどねそうそうそう,そう、ね、休んでたんでしょうけど <laughs>、うん、いやーやっぱ暑かったですけどえな海にも行ったらやっぱ海なんてまあまあ行かないじゃないですかもう相当気が入れないとん、ね、しんどいもんなそうそうだからさすがに久しぶりになんかマジで本当に久しぶりに海にちゃんと行ったかもしれないあそうだから行かないでしょ海。<laughs> 海でキャンプして俺。でふざけんなよ。行くなよお前みたいなもんは何でも楽しむななにもかもふざけやがって。いやでもそのちょっと南の方に行ってきたんで、そのちょっともう近々あの後悔されると思いますので。お仕事ね。楽しみにしておいてください。まあちょっと写真ツイッターに上がったりしたんで、なんとなくどんなメンバーかっていうのは分かってると思いますけど、うん、あのまあナスナカさんナスナカ西の二人と、うん、えちゃんかわいさんと。うん えー、まあこれもしかしたら知らないかもしれないしまあ全然いいんですけど、うん、初日にはモグライダーもいたんですよ2日いて、うん、<laughs> モグライダーは、うん、あのー、次の日早坂営業に行かなきゃいけないということであ、あのー、そうだったんだ南の島から次の日が、えー、青森め <laughs> ちゃくちゃ大変。<laughs> めちちゃくすごいな、えー。名残惜しそうに、えー、青森に行って次にその会期の会期どんぐりの3人が来てみたいな感じだったんであ<ー>まあでも基本的にそのちゃんワイさんと。 なすなかさんが進行とかもしてくれますから最高だあのもう何もせずこっちは楽しむだけでもうだあのいつもはね「台本読み込む」でおなじみ「やっぱ M‐1」の台本読み込んだでおなじみの僕ですけど<う>これはもう台本読む必要もないと思って<う>あのもう台本も読まずに楽しく甘えさせてもらったというか楽しく過ごしさせてもらいましたし一番いいですよやりやすかったよ本当にやりやりすかったよだろうな <laughs> 楽しかったでも今 <ん>俺っていらんけど。ど <laughs>、うん、<laughs> そう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 。そう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 。<laughs> いやでもって言いながらな。じゃないよ。そのだからもうそのみんなにも言っとくけどタロンいやいやじゃなくてマジで。そんなこと言うなって言ってる。やっぱその前もいやいや本当に。え？そんなこと言うなって言ってる。そろそろ言うと思うだろう。<laughs> うん。いやいや本当に <laughs> 本当に。 ままあまあ、それはそれでですからねああいろんなことがありますからいろんな仕事がありますから涙は出るんで <laughs> <や>俺だって知らないよそ,のそれはそうだも,もっと泣けよその <laughs> もっともっと悔しい涙を流せよ <laughs> 緑色の涙いいよ青汁だろ。<laughs> でもいいよそれ見せんなよどうもやいいんだよそれ見せられて。<laughs> いやってきま,すまあただちょっとねやっぱ日焼けももちろん塗ったちゃんと日焼け止めいやもう信じられないぐらい塗りましたけどあ塗っただからまだ意外というかまあもともともう日焼けしちゃってるから、うん、あんまりだから大丈夫だったもう下手すりゃ顔とか真っ赤とかになっちゃったりするじゃないですかあんまり僕でも赤くはならないんで。うん ただもう塗り常に塗っっててないって感じですよねもう海なんていると、うん、まあどこ歩いててもそうですけど、うん、今なんてまあそこに歩いててももうそうですからね。うん、まあもっと言うと気温で言うとその南の方より都内の方が暑いですからね。あそうだって38度とかですよ。 とんでもないし息苦しいよなほんとにちょっと皆さん風というかビルの熱気アスファルト一番違うがビル風はもう全部違うな大丈夫か今日この後の仕事とかもこの手たらくじゃなくて結構な結構な仕事だよないやそうそうそれもちょっと楽しみにしておいてもらってねさっき言った通り「アメトーーク」のお商業高校芸人もありますしはい えー、他にもね収録行かせてもらったものまだありますんでねそちらも楽しみにしていただきつつき、えー、エレキコミックさんの新ネタライブのアフタートークに我々出演させていただくということね、はい、うですね、えー、こちらが土曜日ですかね土曜日やったりとかあと7月31日のお発売の「お笑いファン」という雑誌にですね我々がインタビューが載ってるいる、うん、と,となんでやっとねこういうのが来たと思ったらあの表紙は嶋佐でしたけど嶋佐<さ> <laughs> のピン。<laughs> 嶋佐のピンが表紙ってすごいよね <laughs> まあまあちょっとその辺もねぜひ買って読んでくださいね全然写真撮られんかったもんな、ね、これもないやいやまあ撮ってはいましたけどそのあんまりそういう感じのやつじゃないからねその外に出て、うん、あのいいロケーションで、ね、撮るとかじゃなくてスタジオというかね、うん、そこで撮ってっていう感じですか取材メインのね、うん、ただぜひそれも読んでいただきたいんでよろしくお願いします、はい、まあちょっとね、えー、なんだかんだ前回も結局コーナー行くと言いつつ あの吉田のせいで全然こナな行けなかったん、ね、吉田が来たばっかりに吉田にどうすんで吉田はこっからそのまた来んのかなもうええよ来んのほんまにだから前回言っそうそう、あのー、来たくないだろ別にもう、うん、絶対来たない今の見ての通り何の勉強にもならないから、うん、何にも8連休もしてるやつの8連休青汁こぼしのやつ見たってどうしようもないんだから 2>, 2枚にわたっとるから。<laughs> 一 <laughs> 枚で収めてくれよ <laughs> せめてこぼしたなら <laughs> あんまなこんなになんの青汁こぼしたと、うん、なときれいなな様がなんかそのいや模様なんかその枝木のなんか枝みたいな感じでんかあの便箋みたいなのから、うん、<laughs> 便箋で届いたのかなと思って僕メールがてっきり和紙みたいな和紙みたいな感じで届いたのかな、うん、と思ったら違うんですねはい、えー、ちょっとじゃコーナーもできる限りいきたいと思いますんでそれではそろそろいきましょうウエストランドのぶちラジ 今日のブチラジ、まずはこのコーナーからですののコーナーナ、えー、普通あを紹介していきます、はい、そういえばその前にあのー、なんか久しぶりにブチラジがネットニュースに書かれてたな前回のあ、そうしかもそれがなんかそのほ <laughs> 本当に信じられないですけど、うん、要は吉田がどうこうみたいな話になってそれこそ、うん、で後輩と仲良くしろみたいなくだりで、うん、まずはやっぱともしげさんとかをぶつけるみたいな話したじゃないですか。うん さんは僕のこととにかく好きで、うん、なぜなら「m 1後も小宮さんとともしげさんどっち僕が好きかで喧嘩したぐらいだからまだともしげさんをぶつけるみたいなキャッキャ話したじゃないですか、うん、なんかあれがやっぱ深刻な記事のようにその「<laughs> <laughs> m 1ウエストランド」あの「三四郎」あ「あるかな」なんか「小宮さんが写真,写真が出てんとかしな<ん>、えー「m 1決勝芸人が三四郎小宮と大喧嘩 <laughs> ウエストランド明かす」。 世間では可愛いバカと思われている。ともしげさんの。さんのことを隠す。だからなんかね。まあ、読んだらね、ともしげさん書いてるんですけど。ともしげさんと小宮さんの喧嘩なんか取り上げてたら。本当に。何百回も喧嘩してんだから、きりないの、<laughs> そんなこと言っ。普通そう、ね、喧嘩する。毎日喧嘩してるんだよ。うん、<laughs> それをちょっとキャッキャッ言っただけで。なんなんでしょうね、この急に。 今更ねたまたまその話って、うん、何度でしてますから、ね、まあ急になることもありますから今日はなるんじゃないですかやっぱりその八連休、ね、いや青汁こぼし <laughs> 青汁こぼしがネットニュースにな,る <laughs> あならないからないかお前のことはな一つもならないかウエストランド井口って書いてあるかもしれないウエストランド<ー>井口がとある人に <laughs> なんか語るみたいな <laughs> コンビでも隠されてる可能性ありますからね<ー>引,きが引きがないから。 とにかくね。えー、そろそろ食うかな。いやいや、ずーっと。ね、<laughs> <laughs> ないっす。その。と言いつつね、みたことな,ないですよそろそろ。いや、来ないです。来ないです。ずっとこれです。<laughs> 金輪際です。<laughs> 本当に勘弁してくれよ、もう。社長、おはようございます。え、おはようございます。ますあ、じゃ、ぶちあじをやってます。はーい。こんなこともあるんですね。危ないところしてよ。取ってるのに。<laughs> いやいや、あいね。そりゃいいでしょう。取ってる。いやいや、事務所だから。 クビになるぞ<や>お前なんかもう首の皮一枚なんだから本当に芸能事務所の社長が仮にもそのカメラが回ってる時にその話しかけていやいや見えなかったんだよ見えなかったんだよクビになるよ本当に <laughs> なんかあのな前も言ったけどそのお前ちょっともう声出すいやいやもう,もう言ったよったなんで声出さないようにしなきゃけな配信中に <laughs> 前も言ったけど何ももたらしてないやつがいじるだけいじるっていうその。<laughs> <laughs> 一番よくないんんだだ <laughs> 一番よくないいからいやあの事務所の前に自転車止めるなってみんなにお触れが出たが、うん、社長だけ止めて社長だからいいんですよ <laughs> こないだなんか玄関中に自転車止め <laughs> 前に止めちゃダメだからじゃあ中に入れりゃいいのねっていう一級さん的な考えでやってるからえっ先の前にいやこの橋を渡るべからず的な感じでやってるからる、ね、外に止めないでくださいじゃあ中に止めるっていうその一級さん的考えですから <laughs> それでやってるんだから行きましょう普通はねはいうちら字ネーム麦氏 無義してネギシみたいないや。<笑><笑>ウエストランドの二人スタッフの皆さん、こんばんは。は七、い、月十二日、漫画家の高橋留美子先生のツイッターが更新されました。うんはい、内容はサンデー本日発売です。 マオ連載作品はお休みします。うん、代わりに最近の目次コメントを紹介しますとツイートされており、うん、サンデーの目次で掲載されていた数々のコメントがありました。うん、その中に質問、最近一番最近で一番笑ったことを教えてほしいですというのに対し、ウエストランドの警察に捕まり始めているとコメントされていました。うん、ウエストランド大好きであり高橋由美子先生も大好きな私としてはとてもテンションが 上がってししままいました、うん、最近は著名な方がウエストランドの名前を挙げる場面を度々見かけてとても嬉しい気持ちでいっぱいです。 今後ももっとたくさんの人にウエストランドの魅力が伝わるように推し活不況を頑張るとともにお二人の応援をもっと強化していきたいと思いましたこれはねありがたい限りで、うん、ありがとうございますすごい光栄なことですけどすす、ね、多分これって m 1直後の陥末コメントに載ってたやつ今後まとめて今回載ってたからだと思うんですよ、うん、なんかちらっと見たんですよ m 1直後に m 1のネタで笑ったとおっしゃってくださったんでしょうけど、えーうん、あれから半年経ちましたから。 うね、もう今どう思われてるかはちょっとまだわからないそ,、ね、それはわからないですしあとこの麦氏が「えー、最近は著名の方々がウエストの名前を挙げる場面をたびたび見かけてとても嬉しい気持ちいっぱいです」と書いてますが「うん、誰が挙げてます?」「<laughs> その挙げてない方だろ全然、うん、見かけんな」「m 1チャンピオンにしては」うん、な,なぜならネタに定評ないからな <laughs> ネタに定評ないし一人消えてるし一 <laughs> 人出てねえし一 <laughs> 人何にも出てねえからもうちょっとみんな,んなチャンピオンおる すごいんだよ僕が、うん、こうなったらやっぱり何周も回って結局いやほんまなこんなだってこんな M−1 優勝をもってなお消えるやつを引き連れて優勝したわけですから、うん、すごかったですよやっぱそんだな。<laughs> <laughs> まあ消えるというか期間的に言ったらもう出てないとまあ、ね、一緒ですからね、うん、急激に急激に減りましたからまあこっからまあ分かんないですかれ頑張ってくださいまだ下半期あるんだから。 下半期な、うん、やってくれよ、なんかキャンプとかで、なんかキャンプの仕事で、2、3週間どっか行けよ、<laughs> 邪魔くせえから、もうその、<laughs> こんなことな邪魔くせえから、一人で仕事したい仕事で、そうそう、一人で仕事したいんだから、こっちは、2>, <ー>2、3週間、もうビッグしロケ、ビッグイベントで行ってくれたら、<ー><分>海外とかでなそ,うそうそう、そうそしたら一番嬉しいっすね、<ー>ストレスもないし、<ー>お金も入ってくるし、一番いいですから、行ってほしいわ。 って言いつつなて言いつ,つとかじゃなくその本当に邪魔くさいんで <laughs> ちゃんと邪魔くさいんでええー、ちょっとそれうそ何が来るんだよそのお前 <laughs> まあまあ問いえつつお前のおかげで頑張ってるからなんて来るためは別にその <laughs> どういう意味でそろそろ来るかな <laughs> そんな時限爆弾的な007のゴールデンイチないんだからあの結局全然使いづらいあでも時限爆弾な時限爆弾 モーションセンサーバグダム使いづらい。ンンいい結局自分が動いて爆発する。<laughs> 最終的になんとかはめたけど、ちょっとこっち来てって言うしかない。<laughs> 全然。ともや,やんが大体。ちょっとこっち来て,って言う、<laughs> 全然爆弾の意味をなしてないから。<laughs> それは。いすって自分で爆発する。いい、あるけど、その。<laughs> あと黄金銃。<laughs> 一発死ぬけど。<laughs> <の>本来の銃。全部の銃がそうだと。<laughs> <laughs> 本当はそう <laughs>。黄金銃だけ一発でグレネードランチャーも一発で死ぬだろ。<laughs> なんで黄金銃だけ一発で死ぬの <laughs> いいんだよなブローセブンの話ゴールデンアイの話はでも集中力ゲームやりたいけどわざと死んだっって <laughs> 後半集中力ゲームの方が楽しくなってきてもうゴールデンアイ全然楽しくない <laughs> やっぱさすがに14型のテレビで四4分割で無理がある <laughs> 気持ち悪いポリゴンも荒いし気持ち悪くない,い <laughs> 顔も気持ち悪いんだよなあぎてあ小さすぎるしじゃなくてもういいんだよそんなのどうでもいい <laughs> けどか 行けどっかってなんなの仕事でどっか行ってくれ仕事でどっか行ってほしいわ、正式に <laughs>、えー、以上、ふつおたのコーナーでした、はいえー、続いては、あ高橋先生ありがとうございましたあありがとうございました、あ本当に、えー、続いては、罵り先生えー、罵り先生こと僕が、皆さんの失敗を即興で楽しいことでその失敗をチャラにしてあげようというコーナーですいきましょう、はい、ブジラジネーム、うららかなんでそれ罵り先生、小牧さん、はい、スタッフの皆様、こんにちは、はい 1> m 1優勝からウエストランドのファンになった新米ソルジャーですあ,ーありがとうございます 1> m 1後にスポティファイでブチラジオを最初から聞き始めようやく最新回に追いつくことができました、うん、聞いたなかなりすごな相当聞いたな私は妻と小さな飲食店を営んでおりお<う>営業前の仕込みの時間に一人ブチラジオをひたすら聞き続けていたのですが、うん、ブチラジオを聞いていると仕込みが全くはかどりません関係ねえんだよお前のせいだからこっちのせいにしてくるのよじゃあはかどってたのか今まで何聞いてる時はかどってたんだよ 嘘つきあいはかってないだろそもそももお前が頑張ららねえんだから手際がもっと面白いラジオなんかいくらでもあるんだからそんなに面白い方じゃねえだろ俺も別に <laughs> その作業が止まるほどいっぱいあるんで「オールライト日本から「ジャンク」から「いっぱいある中あそれぐらいあまり面白くねえんだからこれで仕込みできねえな何でもできねえぞお前なんか <laughs> ようやく最新回に追いついたので仕込みがはかどるかと思ったら、うん、まだ聞いてない音捨てが100回ほどあるの <laughs> ではないですか <laughs> 音 このままでは仕込みができずお店を潰して真の無職に糸ソルジャーになってしまいますいやいやお前の場合なんかえぐいからやめてくれその妻と小さな飲食店を営んでる人は無職になるなよなんか勤め先からクビになるのはまだちょっと笑けるけどお前妻と小さな飲食店を営んでるのを無,無職ソルジャー何だ絶対にこれはまずいあ<ー>よかった落とすて<生>ゲラステはもうちょうどなくなったからよかったよゲラステ持ったら大変だからあ<ー>あ<ー>、ゲラステなゲラステはないんだから 罵り先生こんな僕をのろしラジオを聞きながらでも仕事ができる偽ソルジャーにしてください偽ソルジャーって言わねえよ仕事できるやつのこと普通に仕事しろ、うん、読めはいプ <laughs> ちラジネームささくれ止まらん <laughs> どういうことだよ 剥がすやつね,ね罵り先生コモさんスタッフの皆さんこんにちは、はい、私は一週間前からブチラジに触発されて YouTube でラジオ形式の動画投稿を始めましたまあ今ね誰でもできますからねこんなのね,ね、はい、内容は普段の仕事の愚痴や友達とのエピソードで、うん、基本的に当たり障りのない雑談なのですが初投稿以降コメント欄に仕事があるだけでありがたいと思えだの <laughs> 自分には友達がいないから <laughs> あなたには妬みを感じます <laughs> だの。 ソルジャーさながらの妬みそねみひがみに満ち溢れた感想が必ず届きます <laughs> い、まあ、そいつらが言ってんのかなもしかしたらなそのなんか関連出てきてそうだったのかもしれないよたぶね無事ラジのような日常の癒しになるチャンネルを目指していたのに早速心が折れそうですいやこれも同じだよあとんど同じような来てんだこんなメール来てんのが一緒だろ別に野り先生お願いです YouTube で。 嫉妬コメントをする暇なやからを根絶やしにしまだ登録者16人なのに <laughs> やる気を失いかけている私を元気づけて登録者10万人まで押し上げてください10万人なんかいけるわけねえからこっちでまだ全然行ってないの<や>にいつ行くんだよ <laughs> 10万人に一つも行かないじゃねえかよ消せコメントなら消せで間違って一番バズった動画も消すパーマ大佐みたいなのや <laughs> れへん一番面白いんだからここ最近で消したん森徳馬さんと J コッパーとある日本橋だ日本橋消した,消した謝って消した なんだよ最高ですよやっぱその話はまあまあ大つの向こが一番面白いですからねいくもちろんですよぶちラジネームサンドの飯より米が好きどういうことなんだよ別にその分かんねえサンドの飯が米の時もあれば米の時もないからあんまり成立してねえぞそれ <laughs> 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 井口さん河本さんこんにちは 1>、はい、m 1から入った新米ソルジャーですーもう大体そうなのねほ、ね、とんどいなくなってんじゃねえかかっこねってことは さっきからから新米ソルジャーでその挨拶しかねえけどってことはもう子さんなんかいねえじゃねえかよソルジャーしかいねえじゃねえかもうその挨拶してくんねん全員そうなんだそう入れ替えそう入れ替えはられてるよこれトリラ族さんもな本当にだからほんにやめたしなやめたってなんだよ聞くのをね人間よ聞くの元気してるわ過去のブチラジグチラジを聞いておりりだよ 初めは楽しかったのですが、うん、最近今はこんなに愚痴っているけどこのあと m 1チャンピオンになって幸せになるんだよな、うん、そもそも努力も継続もできる優秀な人間なんだよな、うん、と思ったら求人サイトを見ながら聞いている自分が虚しくなってきましたうん、うん、どうですか今の,この今日の放送を見てとんでもないやつがいますよ。でじゃあその過去のを聞いてこのあと m 1チャンピオンになるんだの半年後消えましたよ。<laughs> そう思っってください。全然聞けますすよ。よ。もっと哀れですよ、うん、チャンピオンになってなかったら別にいいですよ8連休やっててチャンピオンになったって消えてるのが一番哀れなんだからすごいよないやもうなんでその他人事のようにってんのいつでも聞けるだそうなったら、うん、元気しか出ねえだろこんなのいくら見たって <laughs> <laughs> 何でも知ってることねえわよねああ 好きな人の幸せそれは憎くてしか,かたがたない私をどうかのろしり残りのブチラジオを聴けるようにしてください大丈夫だよ今週の会聴いたらもう全部聞ける。ないこれがあると思ったら全部聞けるからラジコンも壊れたし <laughs> <laughs> 終わり いや、それは知らんい別俺みてぇだないやその…何がどれがラジコン何かそんなにうくもないしお前の中にあるものだからラジコンが壊れたのも別に全然関係ないえ以上楽しい先生のコーナーでしたさあエンディングですブチラジは YouTube とポッドキャストとオーディオブックドット JP の機業大プランで配信しています YouTube でご覧の方は高評価ボタン押してくださいよお願いしますいてまブチラジはディスコードもやってます概要欄のリンクから是非ご参加ください えー、今回のオーディオブック特別編は傘と比べてを行いたいと思います。と、えーえー、ということで、はいえー おかつねこちら YouTube でも動画が上がってますので空気階段と僕らの上がってますのでちょっと再生数に差があるとすごい恥ずかしいことになりますから強制的に何回も何回も知事も出てますから、ね、何回も見てください知事も出てます動画に知事も出てますし、はい、その我々もお互いの動画にもちょろっと出てますの、ね、です、ね、ぜひぜひ見てくださいねあのラップをあのー、歌えるまでみんな見てくださいね歌えるぐらいまでそして岡山に遊びに行ってくださいねよろしくお願いします